冬だ、冬、冬来たぞ。皆さん、冬がやってまいりました。ピクミンにやっと進んだよ、秋から。よろしくお願いします。本日は続きですね。ピクミンの続きやっていきたいと思います。ちょっと音が全然聞こえない。 OK、 あと500円で俺はクリアできるみたいなんですけど、ちょっとまだやってない。このシャワールームとか、あれ、眠りの谷にさ、なんかあんのかな、まだ。ちょっと、最初触りってことで、1日2日かな ?2 日やってなかったので、ちょっと触りということで、眠りの谷で、なんか、お宝、多分あると思うので探しましょう。どこに何があるかわかんないので、ピクミンを、24。白ピクミンを、あ、じゃあ紫を、8。白ピクミンを、11。赤ピクミンを、38。残りを全部、キーピクミン。はい、大所帯、完成。はい、完成、100匹の大所帯、完成。よっしゃ、もう赤ピクミンだからこれ使っていこう。どんどん増やしつつだな。500匹しか今いないから。あとこの卵ね。卵壊して。卵壊して。はい。みんな吸うよー。はい、吸ってねー、みんなでね。あ、激辛スプレー吸った。はい、オッケー。上に乗っちゃったのは無理だからしょうがないね。よし、集合集合。それでは、じゃあ皆さん、お宝探しに、レッツゴー。うい、倒したー。まあ、これはもうみんなが、みんな一匹ずつね、運んで倒せばいいんじゃないか。で、紫集合。紫どんどん集合。紫行くぞ。うれー、いけ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 。はい、ナイスー。で、青ピクミンか。青ピクミンが必要で。で、紫一匹連れて行かすか。これでいいだろう。で、ここらにどっかに、あ、ここだ。このヘビガラスがいたとこに、いるんよ。多分。あるんよ。この間それを見つけたから、行きます。多分、白ピクミンがいれば掘れるんじゃないかなと。ここね。待て。いるやん、まだ。敵が。いるやん。前戦わなかったのか、あいつと。あのヘビガラスちゃんと。あれ倒さなきゃいけないんだ。ちょっと多分食べられるぞ、少し。白ちょっと持ってくか。紫、まあ、これがいいかな。え、そっちから出てくる？うらうら、いけ。あ、紫ただ食べられるだけ。紫ただ食べられるだけになっちゃった。ちょっと3匹食べられちゃった。ちょっとごめんね、なんか紫ピクミンは。餌として使うキャラじゃないよね。黄色だけでいこうか。やっぱ頭に投げなきゃいけないから。頑張れ。少し食われちゃったね。まあでも倒すことはできた。これ運ぼっか。じゃあ、黄色減っちゃったから、黄色と紫が減っちゃったのか。紫一匹。で、白ピクミンで、まあ、白ピクミンを食わした方が良かったな、結果的に。白ピクミンで掘ろう。はい。埋まってるの掘ろう。みんなで。頑張れ。ふんにゃふんにゃ。ああ、頑張れ、みんなで。せーの。えらい。いってらっしゃい。これで全部か？これでいいのかな？ま、残りは、どうしよう。残りどうしよう。まだあるかな？ドーン。
ほら、いけ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 。ナイス。指輪運べました。100円。なんかセーラームーンの指輪みたい。オーバーキルレッド。よしよし、いけ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 。あ！待って、燃えちゃった。あぶねえ！待って、みんな見て！みんな見て！もう、お宝ないよ。もうお宝ないよ、ほら。これはこの人数だ、ここ。早いから。ってことは、ここのステージ完全クリアしました。お家に帰ろう。やった。完全にクリアしました。100匹連れてこう。あれてか、ルーイどこ？ルーイ。なんで厳しいと、一人だけここで待ってんの？なんで？なんで？抜いとこう。オッケー。あとまあ、これを壊しておいて。はい。お家運んで、よし。あ、猫ちゃん来た。はい、ありがとう。したら、一日終えよう。9、待って、99匹しかいない。あー、白ピクミン！白。これで、ここのステージは完全にクリアしました。なので、本日は、一日終えます。はい。ありがとうございました。まず一つ目クリアだね。眠りの森に宝なくなりました。前回やっとけばな、一日無駄にならなかったな。はい。ピクミンの数は、まあ、増えたと。紫ピクミンは減ったと。あ！社長もなんか、うまいこと逃げてるらしい。要約すると。声に出さず読んだ。よーし！よし、ここ全部ゲットしました。地上のやつもゲットしました。目覚めの森があと2個見つかってなくて、シャワールームだけ見つかってんのか、惑いの水源。どうしよう、目覚めの森行こうか、次。あれ、次って目覚めの森だよね、確か。2番目って。お宝を探すついでに、潜れるとこ、地面に潜れるとこ探そう。地下。地下行けるとこ探そう。何匹使うか分かんないから、魔王ピクミンを37、イピクミンを24、で、赤と白と紫で、あ、2匹になっちゃった。もうちょい必要だね。紫強いから。あ、大丈夫か。余ってる子は全部赤。なんだけど、今見つけたのはそこにあったな。一個見つけちゃったな。みんな集合して。ちょっと青ピクミン借りるね。あ、みんなさ、ここ壊しな。はい、オッケー。まあ、紫と赤と、いや、まあ、みんな連れてくか。あ、どうした？あ、全部なくなった、みんなが。よろしく。よろしく、頑張れ。上乗っちゃった。上で攻撃してる、かわいい。待って、キモいやついる？あ、キモいやついる。あ、もう無理。無理。無理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 。無理無理無理、本当に理解できない。あの敵本当に理解ができない俺。俺は。この子が本当に嫌い。気持ちが悪い。本当に。紫ピクミーン。紫ピクミン、どん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 どーん。黄色がやばい。あ、食べた。オッケー。そこにもいるから、このメンズで倒せるかどうか。オッケー、紫ピクミンで。ダメか、紫ピクミンだけど。あ、なんか転んだ。なんで？俺らもパンチだ。俺らもパンチ。よし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 。食べられてない、これ。多分食べられてない、大丈夫。よし。
運んどこう、邪魔だから。あとなんだ、どこに誰がいるのか忘れちゃったな。とりあえず移動してみよう。とりあえず移動してみよう。やばい、食われる。オッケー、危ねえ。白ピクミン出てくるか、口から。出るか、運べる、運べてる。紫が一匹で運んでる。ちょっと置いとくね。こっちに敵がいるかどうかだけ確認したいな。敵ってか、アイテムが。お宝、おー、すごい青いピクミンがいたとこ、青くなってる。ここにお宝あるかどうかだけ確認したいんだけど、ないかな。こっちにはないね。うん、ないですね。ってことで、みんな集合。OKOKOK。あれ？何この路地？こんな道があったんだ。へぇ。変な道があったね。したら、ピクミンをちょっと全部あっちに投げとこうか。近すぎるとさ、投げれないのか。全部投げといて、一匹だけ。ごめんね、紫。ルイ置いとく、あ、オリマー置いとくわ。ルイで行くわ。こっちルイで行く。発見。発見。で、ここの上にも、あるんですよね。いや、オリマー置いとこ。オリマー置いといて、ルイ一回、上に全部流そう。はい。地上のアイテムもどっかにあると思うんだけど、それはないんだよね。頑張れ。こっちにあるのかな？アイテム。よし。一個見つけた。下に潜るやつ見つけた。これで地底に潜れます。こっちには何もない。ちょっとピクミン置いとこうか。ピクミン置いといて、君たちは運べる？各自。各自運べるよね。オッケー。お宝がどっかあるより見えないんだよな、地上に。一応この青ピクミンのおかげで、ここから道はできるから、上には登りやすくなったね。ありがとう。ちょっと、あそこにいるピクミンで倒そうか。ちょっと紫ピクミンが少なすぎる。倒せるかな？あの奥のチャッピー倒せるかどうかが心配な。紫投げていくしかないもんね。いけ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 。あかんな。あかんな、これ食われる。あかん、危ない。 OK、ナイス。これ運ぼう。赤ピクミンには運びます。青ピクミンも運びます。黄ピクミンも。このなんかすごいでかい。何これ、20個だ。待って、タイミングが分かんない。ここだ。 OK、運べ。オッケー。キピクミンは、運ぶ。よし。あ、ここにもある色、いっぱい。でっかいな。でかいな。ピクミン増やしたいから、道はとりあえず運んで、ここら辺運んで、運べるやつも運んじゃおう。運んどいて。このキーピクミンしか見ないけど、運ぼう。これもやろう。オッケー。ただ俺が今気になってるのは、お宝だよね、どっかにお宝があるかどうか。ちょっと待ってね、みんな。危ねえ。なんかパソコンが誤作動を起こしていた。
あっこは、あっこはなんだ、あれ、あそこ行ったっけ前。うおー、敵いる。倒せるかな、無理だ。戻ろう。あっちからか。あっちからですね。あ、ピクミン頑張れ。運んでくれてありがとう。ちょっと上から回らないといけないっぽいですね。あー、眉が。眉ができてる。あ、君もなんか一人で頑張ってるけど、一回無視しよっか。待ってね、プラスボタンで見えるかな？けだものの穴。デメマダラの王国っていうのが出てるね。デメマダラって、前回のボスだよね、確か。ピグミー1の時のボスなんだよ。あー、嫌なやついる。ちょっとじゃあ、一旦、あー、どうしよう。どうしよう、これ。左行きたいな。72匹か。72匹でいるなら大丈夫だろう。最悪石化にしよう。あいつ石化して倒すか。石化させます。はい、みんなで攻撃してください。石化で倒す。オッケー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 。押しといてね。この辺に何かがあるわけでもない。倒せ倒せ。いくよ。みんなにこれやっといてもらって、壊しといてもらって、こっちは？あ、こっち毒！そっか、いけてないんだ、ここ。ってことは、白ピクミンがいればいけるな。時間あるかな？ちょっと地上と。そこに置いてあるピクミンたちどうしよう。オリマー暇だよね。オリマーちょっと一回お家帰すか。ピクミンたちと一緒に。一回お家帰ろう。眉がある、眉。今日帰ってきたピクミンたちがいて、赤2匹と、青3匹じゃお家に帰すから、白ピクミンを5匹出そう。白ピクミン5匹出そう。はい。え、ちょっと時間ないかもね。これ。一旦。わかった、一旦さ、違うとこ行こうか。あそこ明日行こうか。次の日行こう。一旦、やりたいことは、別であるから。あ、運んでくれてたのね、ありがとうね。だいぶ行こっか、したら。みんな集合。みんなでデメマダラ行こう。デメマダラ。みんなでデメマダラのとこ行くぞ。うわ、ここにピクミンを咲きたい。リソースを咲きたいけど。とりあえず、今行けるピクミンたちはここに置いといて。多分ね、ついてこれないピクミンいたんよ。いない？ほら、いた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 。ついてこれないピクミンたちが、11匹。あ、見つけられない。近すぎるって、こうなる。集合。100匹いる？ 97 しかいないんだけど。どこに行ったの逆に。あと3匹。まあ、いっか。97だけど、この中に入ることによって帰るかいなくなるから、入ります。3匹お家に帰った。で、青ピクミンはいらなかったっぽいですね。赤か黄色かだったね。赤が今回多く連れてきてるんじゃないかな。お、チャッピーいっぱいいる。あ、いいね。いいね、これね。潰せ、潰せ、潰せ、潰せ。はい、で、運んどいてください。なんかこのステージだけで。あ、やべ。やべ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 、壊れる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 。紫壊れた。紫めっちゃ壊れてる。起こしちゃったもん。やべ、ちょっといなくなっちゃった、紫。やばい。やばい。もう4匹食われたわ。
もう4匹加えた。一応、赤を組み合わせて、ここにもうお宝があるから、行かなきゃいけない。起こす前に倒さなきゃ。あと、背中から行かないと、これ。またやったわ。またやった、またやった、またやった。またやった。このチャッピー強いかもしれない。うえぇ、危ねえ。このチャッピー強いな。オッケーオッケー、これで帰って慌ただしい。ピクミンをもっと大切に扱いたいのよ、俺は。だから持ってきました。もうこの洞窟で借金は返済できそうだね。お宝一応全部集めるつもりなので、もう一個のステージも行かなきゃいけないんですけど、もう一個どこだっけ？目覚めの森と眠りの谷以外のもう一個。水源みたいなとこ。まどろみの水源みたいなとこだ。行きたい。はい。ピクミンどんどん減ってく。でも今日は少しね、増やしてるから、紫ピクミンと白ピクミンの替えが少ないけど、替えだけが少ないけど、なんとかなりそうだ。これ赤連れて行きましょう。赤、集合。赤集合。赤、いけ、赤、いけ。赤、いけ、赤、いけ。ここにもいる、赤が。いる。赤、いけ、赤、いけ。あ、なんかこれ、記憶ある。昔さ、子供の頃にやったことあるかも。全然攻撃できない。一人しか攻撃してない。ナイス。これ、子供の頃にやったわ、これ。なんか記憶あるもん、このステージ。これピクミンをさ、ここに投げてさ、赤ピクミンを、ピーってやって、整列させて、あれを倒しに行くの。あれを。そう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 。そうそう、あ、やったやったやった。見た。で、あれは金ピクミンじゃないと運べないから、黄色連れてくるの。集合。炎が今ない間に、黄色連れてきて、黄色を、こうやって置いてた。ほら、すごいでしょ？これ記憶にある。子供の頃にね、このステージやった。記憶があるもん。いってらっしゃい。これ待機してるわ。頑張れ、頑張れ。頑張れ。ダイヤモンドだ。懐かしいな、俺。このデメバナナの洞窟やったな、昔、本当に。150円。あー、もう借金が見て。借金返済できちゃう。下行きまーす。調子いいね。ペースもいいよね。結構ペース早いと思います。地下3階。ピクミンがね、増やせないからどんどん減っていくのだけが、気がかりだよね。なるほど。なるほどな。あわあ。この貼り付けないといけないから大変なんだよ。花が散るのが嫌だ。花が散るのだけが嫌だ。よしよしよし、二人倒した、二人倒した。花、花。花が散るね。せっかくエリートピクミンにしたので花が散るからな。こいつと戦うと。懐に入れば大丈夫ね。後ろから。落としたらみんなで攻撃。ナイスナイスナイス。お金がどんどん増えてきますよ。あ、なんかいた。白ピクミンが反応してくれた。頑張れ。頑張れ。うちなんかいるわけでもない。一個壊しといて、お花。お、白ピクミンを増やせるぞ。チャンス。じゃあ、青ピクミンを白にしよう。今回青使わないから。はい、青ピクミンを白にします。あっちピクミン、渡しとくか。ふんにゃふんにゃしてるから。そこに白ピクミンたち置いといて、
を抜きます。1、2、3、4、5。白連れてこなかった時のためにこの5匹で掘りなさいよって意味だったのかな、もしかしたら。ナイス、今回のお宝も手に入れました。あー、あと17円、あと17円だよ。あと17円やれば俺は走れ走れ、みんなこれ吸うよ、みんなこれ吸うんだよ。まず左、右から。次左行くよ。はい。オッケーオッケー、みんな吸った。オッケー。はい、お花だけになりました。歌ってるわ。気持ちよく。ピクミンたちが。かわいい。こんなについてきてくれるの嬉しいな。友達いない人向けのゲームだ。ごめんなさい。嘘です。友達いなくてもできます。あ、紫ピクミンを増やせる。ただちょっと黄色が、いや、これやりづらいな、動きづらいな今。これちょっと今やりづらいな。 OK、 したら青ピクミンを紫にしよっか。紫結構食べられてるし悲しいので、紫ピクミンを増やして、で、紫ピクミンのとこ安全だから。あれ？なんかありそうじゃない？なんかいない？これ。気のせいか。ただのライトか。したら、キーピクミンおいで。黄色少ねえ !24! 黄色少ねえ。なんかいなかったっけ？あ、全部電気くんたちな。オリマー確か、もう電気食らないんだよね。裏技で。裏技っていうか、まあ普通に。普通にね。え、待って、カエルくん出てきた、待って、カエルくん出てきた。ちょっと待って。ほら、やっぱなんか出てくるという、俺の、記憶合ってた、子供の頃の。見た？みんな今の記憶の。見た？あの記憶。みんなで張り付いててかわいい。みんな行け。おい、ナイス。すごくない？記憶。本当に今すごいと思った、自分だ。なんかいる。ぶっちゃけこれ運べばもういいんじゃないか。効果ないんじゃない？あ、こっちのがありますわ。多分、白ピクミン必要だ。白ピクミン必要です。まずはこの子を倒しましょう、みんなで。やっといてください。みんな集合。白。白掘って。あれ？あ、小金ピクミンだ。小金ちゃん、あれだ。小金持ちだ。しかも金の小金持ちだから。やった！借金返せる！知られざる子、この最後のお金で借金を返すことができる。で、この小金持ちを踏みつぶして、やった！お宝ゲット！どのステージでもお宝をゲットする男。いいね、ピクミン実況。楽しいね。てか、ピクミン2ももうさ、結構終わりそうだよ。全クリ目指してるけど。終わりそうだよ。はい、110円。もう、10、1、10、100、1000。12002円だった。俺のお小遣いみたいな。大丈夫か？よし、次行こう。このステージクリアしよう。お宝全部手に入れよう。地下5階までやってまいりました。まだあるよね、確かね。こっち行こうか、安全なとこ探した。
何もいないね。何もいないの確認。敵がいる。あ、爆弾。やば、爆弾落ちてくるんだ。やばい、オリマーが食べられる。危ねえ。ちょっと爆弾出てくるの怖いから、ちょっと一旦、走り回って爆弾を、ほら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 。走り回って爆弾をね、確認。こっち出てこなくてよかったな。みんな集合。多分結構爆弾も出してきたから。ここも怖いから、踏むと。後ろピクミンたちに運んどいてもらおうか。ああ、これで運んどいてもらって。白結構連れてきちゃったね。あ、爆弾で死んでる。ナイス。運んどいて。運んどいて。で、紫どんどんはちょっと持っていかないと、こっち向きで寝てるから、あ、また食われる予感がするわ。オッケー、ピオラした？いけいけ、食われるな！よし！ただ少しちょっと待て。また爆弾があるかもしれない。爆弾があるかもしれないから、全員で行くのはまずいな。はい、爆弾。はい、来た。これなんだ、球根？爆弾発見。爆弾落ちてきた。爆弾いっぱい。爆弾いっぱい。オッケー。で、爆弾の脅威は多分今のところなくなったので。取るんだ。そうだ。で、まあ奥は一人で行くか。よし、タケノコ取れた。タケノコ。でも爆弾の脅威もないので、すごい記憶があった！ピクミン2の記憶があってよかった。一気にやられるとこだった。デメンマダラの前に、やられるとこだった。ナイス、タケノコ。これ一応お宝全部手に入れたから、50円。育ちの子。育ちの子。よし。お宝すべて。取り尽くしました。次行こう。毎回セーブしてくれるの嬉しいね。これ消せばやり直せんのかな。どうなんだろう。あ、まだ終わりませんね。あ、紫ビクミンが。紫ビクミン増やせるね。赤ビクミンも増やせる。まあ、青ビクミンを紫に入れるぐらいか。やるとしたら。はい。ちょっと爆弾怖いから、紫連れてくか。で、この人数であの、オレンジのチャッピー。あいつ強いんだよ。爆弾だけ嫌だな、これ、本当に。出てこないでほしい、ここのステージでは。いけ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 ！やばい！あー、ピクミーン！あ、ピクミン死んだ。あ、ピクミン死んだ。くそー。くそー。くそー。普通に悔しい。普通に悔しいよ。なんでこんなピクミンやられるんだよ。すいません、すいません。オッケー、なんか、すごい高そうな宝ゲットしたわ。150円だけど。トパーズ？エターナルグリーン、なんかトパーズかサファイアみたいなの入ってるね。で、赤が、壊しといたか。あー、そっち行く。すいません。すいません、燃える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 。なんか運んでるぞ。なんか運んでるぞ。チャンスだ。チャンスだ、倒せ。あー、燃える。燃えんねー。この人数で俺らは戦うしかないんだ。いけ。
よろしく。頑張れ、もう投げるわ。オッケー。でもう紫ピグミンを投げるしかない。ひるまないのかなこれって、この子って。あ、倒した、倒しきった。運んでもらおっか。もう最悪お金にしちゃおう、この子たちをすべて。赤ピクミンはいないから、うちの赤ピクミン連れてきて、壊しといてもらおっか。こっち赤ピクミン。なんか出てこない。あ、激辛スプレー出てきた。やった。あんま使ってないから、ちゃんと使おうか、このスプレー。ちょっと待って、ちょっと待って待って、いくらいくらいくら、こっち戻れ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 。うわぁ、気持ち悪い、びっくりした、こんな罠聞いてない。うわぁ、なんかすごいっす。あいつら全員死んだわ、爆弾で。ウジ虫、うちのピグミン誰もやられなかった、優秀すぎる。ウジ虫気持ち悪かったな。ピグミンがパニックってたよ。でもその代わり、蜜が、ウジ虫から蜜を取ることができました。あ、結局1個しか飲まないのかい？君たちは。こんなにいて、そんだけしか飲まないんかい？あ、ここにおるやん。この2匹は、なんかかわいそうだから後で飲ませてあげよう。はい。あとで飲ませてあげる。違うピクミンたちを連れていくわ。はい。また爆弾が怖いね、これね。爆弾怖がっちゃダメだよね。爆弾ばっか怖がってちゃダメだよ。全然当たらんわ。もう紫で、どんどん下掘りね。ほら。ほら、紫が群がってんもん、あいつ。ほら。なんかあるわけでもない。おー、なるほどね。ドーン。ドーン。これ怖い。怖い。ほら、出てきた、爆弾。ほら、来た。なんか来る気配がした。ここも来そうだ。はい、怖い、何も来ない。よし、よし、掘るんだ。いいぞ、いいぞ、皆の衆。よし、この間にルイと赤ピクミンと黄色ピクミンは一人一個飲ますか。一人一個飲みなさい。はい、全部平らげなさい、君は。OK。 これでお花の中でもお花になるの。君たちはエリートだ。君たちさらにエリートになる。よーし、残されたピクミンたち、ここが。していくぞ、みんな。ちゃんと運べてるか、あれ。お宝。よし。いくら？ 50 円くらい。140円高いな。化石だから高いのか。誰かの頭蓋骨だから安いかなと思ってた。でもなんかのキャラクターの頭蓋骨なのかな。ピクミンの世界のキャラが昔なくなっちゃって風化して化石になったのかな。なんか顎でかかった、多分チャッピーだ。お、あ、デメバドラいるやん。この少し、あ、心臓を捧げをやらなきゃ。でも今回のピクミン爆弾持てないです、黄色ピクミン。どうやって倒すか、あいつ。心臓を捧げたいんだけど、どうやって倒すか。様子見て。ちょっと様子見攻撃してくるか。俺とオリマーと。いや、一人で待ってら。うわ、勇気ある。ルイが行く。うぅー、いて。やっぱでかいね。前は爆弾食べさせたんだけどさ、もう爆弾も食らわないっぽいから。どういう戦い方をすればいいかわからないな。なんかベロベロンって。ベロで飲まれちゃうから、多分顔につけんだろうな。
石ころ作戦でもいいか。よし、ピクミン、みんな激辛状態にしよう。早くして。少し投げとこう。まず。あ、これこれいいじゃん、これ。どう？激似が、激似が激辛作戦。やばい。貼り付け、貼り付け。あー、危ねえ！紫死んだ？紫食われた。しょうがない、激辛激似が作戦、このまま。よーし、よし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 。いや、普通に強い使い方しちゃった。何これ、カンタムロボみたいに。何これ、ぬるぬるしてて回収したくないって。これなんだろうね。激辛激似がすっとこう、ボスに強かったな、これ。最高だったね。使った分取り戻した。あれなんだろう、何このロボット。飛べるようになるとか、オリマーたちが。100円だけど。ど根性、情熱合金ど根性。この素材には面白い性質があるようです。予備の宇宙服に呼び込むものを見ます。フレアガードが完成しました。あ、炎が食らわなくなったんだって。これで炎と電気が食らわなくなったぞ。この先炎だね。任した、別の子たち連れてきます。あれ元気なくなってますね。あの子たちも元気なくなってる。あ、でもちょっと潰されちゃったな。紫ピクミン少し潰されちゃったな。一応、まだお宝あるのか。そしたら赤ピクミンは溺れないように、赤ピクミン溺れないようについておくか。これ壊すか。こんな感じで上に投げて、赤と青使うんだろうな。で、炎ルーイはもう食らわない。あれ落ちちゃう。あ、食らわない、本当に食らわない。嘘じゃなかった。すごい、もう壊れない、壊されない、殺されない。怖いな、ここ水辺で。一匹ずつ投げるしかない。ああ一匹落ちた。ごめんごめん、溺れちゃった一匹。どうしようもないよな、これな。落ちるよ落ちるよ落ちるよ。ほら、今こっちゃない。落ちこれるか、落ちこれるか。無理か無理か。あー、わざわざここ壊さなくていいんだ。ここ通るわけじゃないんだ。あっち通るんだ。なんだよ。なんだよ。アーピクミいらないんじゃねえかよ。なんで転んでんの？無事っ子。はいはい、なるほどね。じゃあちょっと、ピクミンたちは、お願いしますね、ヒラ社員。僕はゴールの前にいます。いやー、ちょっと食われちゃったな。でもまあ頑張ったんじゃないか？結構頑張ったんじゃないか？あの、激似がと激辛結構使ってってもいいかもね。余っちゃうから。どんどん使おう。250円だって、このハニマ。ミスターハニー。ミスターハニー250円って今までで一番高いんじゃないか。はい。帰りましょう。これもう、洞窟コンプリートもしたけど、全部、借金を返すことができるようになったから、なんか言われんじゃない？なんか言われそうじゃない？借金返せますねーって。ほら！借金返済完了！え、どうなるのこれ。やりました！1万ポコ達成です！ここ建て運送は多分永久に不滅です。多分なんだ。巨人軍みたいなこと言うじゃん。
長嶋茂雄さんみたいなこと言っちゃう。さあ帰りましょう。社長のもとに、社長泣いてるよ。泣いてる風に見えたよ。あ、帰っちゃうの？え、途中だけどいいの？他のアイテムとか。ごめんみんな、なんかクリアしそう。帰っちゃう。借金返済で。あー、赤ピクミン、青ピクミン、そして黄色ピクミン、顔でかく感じるよ黄ピクミン。紫と白は？え？あれ？あれ？え？ルーイ？ルーイがいない！待て！ルーイがいない！置いてきちゃった？あの星に、キラシャインを、置いてきちゃったのか。ちょっと待って。やらかした？やらかしたかこれ俺。あれ乗ってなかったっけ？え？終わっちゃったよ？ルイルイすごい置いてかれて、なんか、こんな顔になるんだね、置いてかれたら人って。どこ行っちゃうのかな？すごい、あんな追い込まれたらこんな顔になるんだね。すごい歩いてるけど、どこ行くんだろう。すごいエンディング。なんかリアルの世界にピクミンたちがいるみたい。探してんのかな？みんなどこだろうって。僕置いてかれちゃったんだけど。めっちゃキョロキョロしてる。ああ、置いてけぼりだね。でもなんかいつか迎え来てくれそうな予感はするけど、かわいそうになってきたな。大丈夫だよ。大丈夫だよ。あとで一応迎えに行くから。借金返済したの言いに行くだけだからさ。全部言ったら帰ってくる。街ぼけてる。お花の上からこれ。あー、もう順応しちゃったよ。ルイの気持ち今どうなんだろうね。置いてかれちゃって、恨んでるみたいな顔してたけど、もう結構のびのびしてるから、この星で俺やっていこうかな、みたいな。俺この星でやっていくからさ、別に帰ってこなくていいんだよね。ちょっと体、動かしとこう、みたいな。あ、でも、切なくなってきた。待ってるよ、これ。え、お母さんいるんだよ、ルイには。一応、家族いるんだよ。え、なんか、かわいそう。え、だから借金返済したけど、いいのかな、これ。一応、今までの成績が見れました。こんな感じで。爆発で死んだんだって40匹も。毒は7匹。増やした数もありますね。赤、青、黄色で、赤が一番多かったね、今ね。総プレイ時間7時間53分。まあ、そこそこやったんじゃないでしょうか。ちょ、セーブしますね。ルーイをさ、置いていっちゃってるのがさらにお宝を集めますか、だって。おかげで会社は救われた。何？まだ残っている。全部集めれば大金の、そう、お宝を全部集めてるよね。あ、バレた。ルイがいないのバレた。え？なんで？え？どういうこと？社長？え、社長が行くとか言い出した急に。社長！しかも、のぞみの大地ってのが出てきたよ。ちょっと待って、まだ、ここすらクリアできてないから、ちょっと一旦ここ行こうか。地上の宝と地下の宝がまだあって、クリアできてないんだよね。で、なんか社長来た！もしかして。どういうこと？社長！社長！え、金ピカになってる。社長到着いたしました。お宝ザクザク夢の星です。うはうは大儲けです。
あれか、お金返したから。てか、社長が乗ってるからかな。ロケットが金ピカになってます。意味がわからん。ホコダテ運送宇宙一の金ピカ運送にしましょう。みんな、私と同じ悪趣味な金ピカになってしまえ。やっぱ社長だから、金にしてるんだ。え、社長も動かせるんだ。ルーイ大丈夫かな？ちょっと迎えに行くのはいいけどさ、ちょっと見てみんな。二人しか乗れないじゃん、この、これ。二人しか乗れないのにさ、二人で来ちゃダメじゃない？思ったけどね、社長も動かせるのかな？社長動かせる！社長もロケットパンチできる！やばい！やばい！ちょっと待って。おもろい社長。社長使えるのは嬉しいんだけど、後ろピグミンはもうちょい必要だ。で、赤と、緑じゃなくて青がいっぱい必要なのと、紫も7ぐらい必要。残り全部黄色。100匹舞台でいきます。で、さっきできてなかったの、毒のとこなんで、毒のとこを、行こうかなと思ってた。あれ？あ、いた。いないと思ったら、こんなところに。こっち。こっち。社長、先頭で、こっち。紫ピクミン置いてかれないように頑張ってね。はい。で、ここを、まず青だけでやり過ごしたいよね、これね。よける。やべ、危ね、危ね。青だけで。みんな、いやー、ちょっと食われたか。一匹潰れたな。あ、一匹潰れた。もう一匹潰れたかも。もう一匹潰れた。ごめん。ごめん、あとそれとトイレ行きたくなってきた、俺。ダーン。壊れちゃう、壊れちゃう。これで壊そう。毒だから気をつけなさい。オッケー。こういう時に激辛を使いましょう。うん、ここにもいるね。ちょっとトイレ行ってきていい？みんな。この動画を撮ってる最中にトイレに行く。所業をしていい？ピクミンに頑張らせてない。何？トイレ行ってくる。トイレ行ってきました。トイレ行ってきました。社長待ってた？社長待ってたみたい。ちょっと白ピクミン、連れて、そんな時間経ってないよね。よかった。よかった。そんな時間が経ってなくてよかったよ。毒やっといてもらおう。この合間に青ピクミンも。すまねえ。あー、危ない。あ、毒ってる、毒ってる。ちょっとなんか、吹き飛ばされたやつが毒ってる。吹き飛ばされたやつ毒っとるよ。大丈夫？毒で死んで、あー、もうこっちがおろそかになってる。あー、青がどんどんやられてく。強いな、相変わらず彼らは。部分ちょっと増やそっか。あ、違う、これ毒を壊せばいいんだ。これ先にしたらみんなできる。紫、あ、白、白、白溺れちゃう。白、白、紫溺れ。悲しい。悲しい。俺がなんかダメなばかりに。ちょっと紫ピクミンじゃなくて、青ピクミンどんどんいなくなっちゃったけど、大丈夫かな。今青いないけど平気か。一匹しかいないぞ。なんとかなるか。この先敵もいそうだ。なんだこの。もう危ない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 。青ピグミン。ねえ、何やってんの？ねえ、何やってんの？ねえ、赤！
何やってんの。ねえ、あんた、あ、大量、大量に溺れちゃう。社長、社長何やってんの、そんなとこでピクミン置いて。社長、ね、社長ピクミンの扱い分かってない。やっぱ現場のやつはさ、知らないんだよ。ここでキーピクミン投げればいけるけど。ねえ。ねえ、もう社長さ、現場分かんないんだったらさ、荒らせないでくれる？現場の人は現場に任せればいいのよ。絶対できる、これでっかいやつ。出てこい。ヘビヘビか。よし。激辛使った、激辛使った。いけ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 。社長はな、金持ちなんだ。社長は金持ちだから、こういうのな、いっぱい使うんだよ。ほら、いけ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 。社長はな、金持ちなんだよ。だから、こういうお金がかかるようなスプレーとかも、やっちゃうんですよね。うわ、食われた。でも、毒で倒した。よし。あ！新しく潜れるとこ見つけたぜ。これか。これが地下に潜れる場所だ。くそー、大変だったな。あ、なんかいる。またいる。またいるよ。壊しといてもらって、もう社長じゃないのものもいるな。あー、じゃあ社長に任せるか。オッケー。したら、あそこにアイテムがあったね。あそこのアイテムは、キーピクミンが必要なので、黄色と青が多分大量に必要なんだろうな。で、運べないな、これ。キーピクミン。キーピクミンでも、あっちに置いてあるから、青ピクミンと、黄色で。青大量だね。逆に今度は。ちょっと返そっか、家で。7匹返して、7匹呼ぼっか。黄色も。13匹呼べました。オッケーオッケーオッケー。さあ、全員来てもらって。やばい、俺がトイレにいた時間が長すぎて、日が暮れちゃう。ごめん、なんかトイレにいる時間長すぎて日が暮れちゃうのはまずい。激辛スプレー7個もあるから、これも使っていこうか。運びたいな、しっかり。しっかり運びたいから。さっきここでちょっとやらかしたんだよな。で、ちょっと青ピクミン、あ、なんか白ついてきた。これ多分連動してるんだよな、ちょっと。何匹乗ってる？ 11 匹？あそこに黄色のピクミンを20匹ぐらいなら置けるってことじゃない？あれ。違う？ 1。ねえ、そうだよね。こうなっても自分が乗っけられないじゃん、あれ。どうしよう。ちょっと待って。ちょっと待って、これやらかした。キーピクミン死ぬ。オッケーオッケーオッケー。やばいやばいやばい。避難。避難。避難。オッケー、上に乗っけられた。で、社長、社長、青、あ、じゃあ黄色持ってきて、社長。ナイス、俺ナイス。社長、黄色。あそこに青乗せて、社長。あそこに社長、乗っけてて、黄色あっちに乗っけて。黄色あっこに乗っけるよ。やばい。こっち来い、こっち来い。ごめん。ごめん、ピクミンごめん、一匹死んだ。ごめん。ごめん。ごめんね。ねえ。持ってきてもらうけど。そうそう、いいね、いいね、いいね。いいよ。頑張れ。青ピクミン回収、青ピクミン回収。全員回収、全員回収。社長！社長、これね。ウィーンって激辛やってみんなで早く運ぼうか。この人数で。そう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 。あそこに敵もいたから、これ、こいつ倒そう、こいつ倒そう。
そうそう。いけ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 、食われるな。どんどん後ろ、どんどん。よし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 。よし。完璧。忘れピクミンを回収しましょう。降りまー。降りまー。みんなあっちに行ってくれた。いや、俺33匹しかいないや。で、ここの、うわー、いっぱい使うんだ。赤ピクミン以外全部使う。社長ダメだな。あ、ダメ、シャトル。シャトル運んでくれました。これさ、いけそうじゃない？でもいっか、時間的にも今日は、社長は無能だったということで、一旦じゃあ終わろうか。あとは、あそこ行くだけです。このステージ多分、もう地上はほら、全部終わったから、あと地下に行くだけ。地下集めたら終わるね。いけるな、これ。ちょっと待って、いけるな。いけちゃうな、今。10秒以内に頑張れば。いけちゃうけど、いっちゃう？あ、でも、どうしよう、悩む悩む悩む。え、社長、社長無能だからやばい、やめよう。社長やめましょう。社長、あなた無能です、社長。現場は現場に任せてください。オッケー。一匹集めた。もうな、まあ、クリアは一応したということで。あとは、そうですね、地上の宝は、もう二つのステージと、あと、地下を全部コンプリートして目指していきたいと思います。はい。ありがとうございました。社長もちゃんと帰るのかな？もう信用できない。さっき赤ピクミン大量虐殺してたの俺覚えてるからね。大量に死んでたからね、赤が。溺れて全員。15匹ぐらい。何で死んだんだろう、社長のせいで。お、エアシューター、シャトル見つけましたね。11匹溺れましたね。黄色も溺れた。なんなら。くそー。あ、なんか、奥さん、社長の夫人が、あんた社長のお癖で会社をほったらかしにして、私がバカンスから戻ってみれば、返球のお癖でお宝探し、全くいい気なもんね。お宝一覧が全部埋まるまでは帰ってこないでいいわ、だって。全部埋まらないと帰ってこなくていいって言われました。やっぱ全部集めなきゃいけないみたい。そしてこの人がいない間に借金になってたんだけど、夫人は借金地獄になったこと知らないんだね。え、バカンス、バカンスいいな。お宝探し。まあ楽しかったです、今日も。はい。ありがとうございました。